ね、京都にね入ろうと思います。山中峠、大津とね京都を結ぶ、まあ、峠道なんですけどね、比叡山ドライブウェイに乗るのもこの道から途中でね乗り口がありますね。まあ、以前あの比叡山のねドライブウェイの時は逆に京都側から山中越えをしてきたんですけどね、今回ちょっとね大津側から京都の方へ抜けたいと思います。ちょっとね、なんかあいにくの天気でね、雨がちらついてますけど、まあ、パラパラ程度なんでね、まだ これぐらいで持ってくれればいいですけどね。ここはね、まあ、前も話しましたけどバスがね、あ、来ましたね、バスが通るんですよね。で結構ねタイトなコーナーとか下手したら時々はみ出してきたりする時があるんでね、でちょっと用心しないとね危ないですね、ここは。大津と京都っていうとね、国道1号線がメインのね通る道になるんですけど、どうしてもそっちはあの渋滞するんですよね、慢性的に渋滞してますんで、特にまあ今これから夕方の時間になってくるとね絶対渋滞するんでね、まあ、渋滞を、したくない人はねこっちの道を抜けるような抜け道に使う人もいるんですよね、車移動でね。まあ、だからこんな峠道でもそれなりにはあの走ってますしね。でさっきも言ったようにバスも走ってるんで、本当スピードの出す時にはね注意しないと危ないですね。
さあ、もうちょっとでね、比叡山ドライブウェイの入り口です。ここかな、これを右行くとドライブウェイですね。ちょっとね、今10度になってますね。やっぱり寒いですね。ちょっと標高も上がってますんでね。ちょっとこの辺のね、山も紅葉が進んできて、いい感じでね、色づいてきてます。ちょうど太陽がね、西日になって光がね、差し込んでますから、紅葉が綺麗にね、見えますよね。
小さい川がね右側に流れてるんですけど、これが北白川っていうんですよね。白い砂を運んでるんですかね。道温泉、白川ペットレーン、今度川がね左側になりましたね。京都だとね、北白川っていうと割と広い範囲のね地名になります。この辺も確か北白川何々町っていうね地名になると思いますね。綺麗ですね、この辺のもみじ。まだ緑ですけどね。これでね、もうちょっとで白川通りの方へね出ますんで、山中越えは終了ですね。白川通りへね戻ってきました。それではね、皆さん
たね、次回動画をご期待ください。ご視聴ありがとうございました。